人気がちょっと割れ加減だったこの第10競争のパールステークス、その中で最も人気を集めたのは7枠7番のクイーンソネットです。中野さん、前走が3着、ようやく本調子に戻ってきたのかなという感じもするんですけれども、どうなんでしょう。一面ですね、当てにならないというね、そういうところはありますけども、はい、この前 の、 あのスダックステークスでしたか、はい、すごい足でね来ましたんでね、あれはあの姉妹の足はなかなかこう印象としては強烈だったもんでね、最後の 600m 34秒、そうですね、長くやっぱりいい足を使って、でもお姉妹もねやっぱり瞬発力のあるところを見せましたんでね、惜しくもその結果としては届きませんでしたけどもね、まあ、あれをやっぱりなんかこう復調のね一つの兆しだと見たいですね。今回結果を出せばこれでようやく調子を取り戻したと、いわゆる試金石のレースということが言えそうですね。まあ、そうですね。ただ、まあ、先に言いましたようにちょっとね、村っぽい面がありますんでね、はい、うん、さあ一方の8枠9番 KS ミラー、今回は 1700m という距離に乗ってきましたね。そうそう、まあ、小回りコースの1700という、まあ、設定考えますとね、はい、この馬得意の条件とは言えないわけでね、まあ、それをそのこの馬の自力で、補いをどうつけてくるのか、はい、まあ、力上位であることはね、はい、これはもう認めるんですけど ね、そのまあ2頭が力上位ということに対して昇級戦になる5番のカモンマイハウスがどのようなレースを見せるかですね。そうですね、あのダートから芝に転じてね、はい、なかなかこういい競馬をしてますからね、はい、第10競争のパールステークスはこういった馬たちが人気を集めています。まもなくファンファーレが鳴ります。中京競馬場、上空は雲がありません。先週の土曜日のあの非常に寒い冬を思わせるような気候が嘘のような感じの今日の土曜競馬です。第10競走パールステークスはつくばノーブル、シーフリージア、アグネスヒロイン、そしてドラゴンリリー、カモンマイハウス、トップペンダント、クイーンソネット、カネトシェーバー、KS ミラー、ボリメイク、この10頭によって行われます。牝馬限定の準オープンというちょっと変わった設定になっています。中野さん、このレース、クイーンソネット、それからKSミラー、カモンマイハウス、この辺りが人気を集めていますけれども、まあ、あの追い込みあるいは差しタイプなんでね、はい、その辺ちょっと微妙でしょうけどね。さあゲート入りが終わりました。さあスタート、きれいに10頭が揃った。カモンマイハウスはスタートして後ろになりました。シーフリージアも後方に下げました。さあ中からカネトシシェーバーが上がっていきます。カネトシシェーバーとトップペンダントが積極的に前に上がっていきました。赤い帽子アグネスヒロインも前になります。最内からはつくばノーブルも行きました。さあどの馬が先頭に立つか。最内のつくばノーブルですが、もう一度カネトシシェーバーが並びかけていきました。そして3番手にはアグネスヒロインと向こう側にトップペンダント並んでいます。この4頭がちょっと引き離しました。その向こうからはモリメイク、そして手前が9番のKSミラーです。その後にシーフリージア、そして向こう側にドラゴンリリーがいます。手前が7番の1番人気クイーンソネット、そして3番人気カモンマイハウスです。向こう上面の中間点に入っていきました。先頭は1番のつくばノーブル、つくばノーブルがリードをしていますが、2番手外からは8番のカネトシェーバー、依然としてこの2頭が並んでいます。その後ろ3番手になりますがアグネスヒロインが手前、向こう側にトップペンダント並んでいます。前4頭が引き離していたんですが、だんだんと中段の馬は上がっていきました。9番のKSミラー、そしてシーフリージア、ドラゴンリリーです。向こう側からはモリメイク、手前が7番のクイーンソネット、そしてカモンマイハウスです。一気に馬群の方は固まろうとしています。4コーナーに入っています。先頭はカネトシェーバーか、あるいはうちでつくばノーブルか、この2頭並んでいます。3番手にアグネスヒロインです。4番手KSミラー、ちょっと置かれる感じです。KSミラーがちょっと置かれています。さあ4コーナーから直線に入りました。先頭はカネトシェーバーか、カネトシェーバーが先頭に出るか、あるいはそこからはモリメイク、そしてアグネスヒロインだ。残り200を切った。うちの方が粘っている。つくばノーブルが粘っている。2番手にはカネトシェーバー、そして3番手アグネスヒロインが上がった。4番手に KS ミラー出す。先頭はつくばノーブル、つくばノーブル逃げ切った。つくばノーブル逃げ切った。1着1分43秒1で逃げ切りました。つくばノーブル5ヶ月半ぶりのレースというのが嘘のような逃げ切りを見せました。2着には8番のカネトシェーバーか、あるいは3番のアグネスヒロインかといったあたりです。勝ち時計1分43秒1、ゴールまでの 800m48 秒5、600m36 秒3で決着しました。中野さん、つくばノーブルが逃げ切りました。そうでしたね。まあ、だいたい金戸氏が行って、はい、まあ、この馬はね、後位2番手ぐらいでね、
競馬するんじゃないかなと思いましたけども、はい、枠順のまあ内外ということもありましてね、これが先行、外からその金年がね、並んでいくという、はい、まあ、この形を考えますとね、はい、道中やっぱり先行馬2頭で並んでいってますんでね、これはおしまいどうなるのかなと思いましたけども、はい、でも筑波が逃げ切りましてね、そうですね、金年が頑張ったかなというゴール前でしたからね、2着争い写真判定になりましたけれども、結局追い込み勢といいますか、指してきた中では3番のアグネスヒロインの3、2着争いが精一杯と、まあ、あのアグネスもそこそこいい位置ではね、はい、競馬してましたけどね、まあ、クイーンソネットはちょっとやっぱり、4コーナーの位置を考えますとおしまいよく来てますけどね、はい、結局人気のこの2頭なんですけれども、その悪い方に出てしまったという感じですね。そうでしたね、2着争いが写真判定になっていますので2通りご紹介します。枠番連勝1、3は 43.0 倍、1、7は 8.8 倍、馬番連勝1番、3番は 42.5 倍、1番、8番は 35.8 倍、締め切り直前オッズはこんな数字でした。第10競争パールステークスをお伝えしました。